メルセデス・ベンツ SLS AMG はドイツの自動車メーカー、メルセデス・ベンツの AMG 部門により開発されたスーパーカーである。2009年9月に開催されたフランクフルトモーターショーで発表され、2009年11月16日にドイツ国内で、翌2010年3月27日に欧州各国で販売が開始。日本国内へは、 同年6月10日に正式導入が発表され、同年9月28日から納車を開始した。それまで、メルセデスベンツの各モデルのチューニングを手掛けていた AMG が初めて完全独自開発したモデルである。SLR マクラーレンの事実上の後継者ではあるが、カーボンモノコックボディの採用を見送るなどして、価格は大幅に抑えられている。開発当初はダイムラーがまだ、 クライスラーとの提携下であったために初期のプロトタイプにはダッチバイパーのコンポーネンツが用いられていた。なお、SLR マクラーレンとは違い右ハンドル仕様も製造されていたが日本へは左ハンドル車のみが正規輸入販売された。日本での販売価格は2490万円からであった。デザインは1954年に発表されたメルセデスベンツのクーペ。 300SL をモチーフとしており、300SL と同様に、ガルーイングドアが採用されている。また、2010年から2014年まで、会一のセーフティカーに用いられていた。SLS AMG は2014年に、生産終了することが発表された。後継者として2014年秋に、メルセデス AMG GT が発表された。AMG の 63K モデルに搭載される。 M156 型エンジンをベースとし、ドライサンプカなどを約120カ所に専用のチューニングがなされた乾燥重量 205kg の V 型8、機械 DOHC32 バルブ6 2ル m 1 5 9型エンジンがフロントミッドシップに搭載される。トランスミッションには新開発のゲトラグ製7足、DCT、AMG スピードシフト DCT-7 が、 組み合わせられ、トランスアクセルが取られる。ボディには、マグナシタヤ製、総重量 241kg のオールアルミのスペースフレームが採用され、前後重量配分は47,53としている。なお、0時速 100km 加速は3.8秒を、最高速は時速 317km を記録している。2011年10月に公開された。 コンバーチブルモデル。11秒で開閉するソフトトップルーフを採用している。ボディ剛性を高めるために 40kg 増量したが、加速、最高速度はクーペモデルと同等を維持している。なお、クーペの特徴であるガルウィングドアは横開き型に変えられている。FIAGT3 向けのレーシング仕様。2010年3月に公開され。 同9月にニュルブルクリンク耐久シリーズでデビュー2012年1月にはドバイ24時間レースで表彰台を独占した2012年は FIAGT1 世界選手権とスーパー GT の GT300 クラスに参戦する SLS-AMG の構造をほぼそのまま流用した電気自動車2010年7月に発表された 2013年に市販化が計画されている。リチウムイオン二次電池と4つの車輪それぞれに直結したモーターを搭載し、ガソリンエンジンの SLS AMG に近い性能を発揮する。ベース車両より 20PS 増加し 591PS となった。専用の AMG ライドコントロール、パフォーマンスサスペンションが装備される。限定生産車 最高出力 631PS 7400rpm 最大トルクが 635nm 5500rpm となった SLS-AMG の最終モデルとして2013年東京モーターショーで発表されたエンジンなど基本的な構造はスルソムグと変わらないがカーボンファイバー製の固定式リアウィング及びフロントスプリッターが 新たに備えられ、ボンネットやホイールにもカーボンが用いられた。ロードスタークーペともに全世界350台限定生産となる。ありがとうございます。